ホワイトハウスを訪問したマザー・ジョーンズ・メアリー・ハリス・ジョーンズはアメリカ合衆国の著名な労働運動家。マザー・ジョーンズとしてよく知られている。雑誌は EN ・マザー・ジョーンズを参照。アイルランドのコークに生まれる。彼女の家族は祖父がアイルランドの全国葬儀への参加によって公主刑にされた直後の1835年にカナダのトロントへ移り住んだ。 彼女は学校を卒業した後、アメリカで教師や要塞士として働いた。南北戦争の前に彼女は、中鉄工組合の熟練校であるジョージ・ジョーンズと結婚した。彼女の生涯での二つの大きな転機は、1867年にテネシー州で流行した、大熱病で夫と四人の子供を失ったことと、1871年のシカゴ大化で、 すべての財産を失ったことだった。彼女は自活することを強いられ労働運動に関係することとなり、労働騎士団に加わった。労働騎士団は1905年に世界産業労働者組合となる。彼女は全国のストライキでの主催者かつ指導者として活動し、とりわけ単行労働者組合やアメリカ社会等と深く関係した。組合主催者として、 デモを行う労働者の妻や子供たちを組織して有名になった。1903年に子供の十字軍として繊維工場や鉱山で働く子供たちによる行進を組織した。それは私たちは遊ぶための時間が欲しい。私たちは学校へ行きたい。との要求の旗を持ち、ペンシルベニア州ケンジントンからニューヨーク州オイスターベイのセオドアルーズベルト。 大統領の家まで行われた。大統領は後進との面会を拒絶したが、その出来事は、公の問題として、児童労働者の実態を世間に知らしめることとなった。1930年11月30日に92歳で死去した。現在多くの人々が、アメリカのマザー・ジョーンズ氏で、彼女のことを知っている。ありがとうございます。